みなさんどうもこんにちは、ダイタルです。ポケットモンスターバイオレットやりましょうか。さあ前回すぐやっつけました。めっちゃ落ち込んでます。元気出してな、こっち見て写真撮ろうめっちゃ笑顔で見てる。よし、はい、というわけでではね、今日は1の4の教室行くところからですね。前回呼び出されたんですよ。呼ばれたのは1の4の教室だけかってことで、1の4の教室行きましょうか。チャンピオン戦勝利おめでとうってね。まあ頑張ったよ、すぐにちょっと来いよ、1の4分かったか、すぐ泣いてるよ、すぐチャンピオン、まあ、俺に負けたもんな。も結構いい勝負だったよ、うん、結構どころかかなりいい勝負だったよ。普通に負けかけためっちゃ強かった、すぐに。さて久しぶりです、先生。どうしたの、タイプ相性書いてる後ろに。タイプ相性、ポケモンタイプ多すぎてもう覚えらんないんだよな、ほんと。どうもーす。あ、すぐもちゃんと来た。みんな来てくれたようだね。本日君たちに素敵なゲストが来てらっしゃる。誰だゲストって。ただ入れ違いで校内見学に向かわれてしまってね、すぐ帰ってこられると思うので、私先に私から話しておこうか。とりあえず座って。いいよ、うわ、椅子だ椅子だ、ありがてえありがてえ。じじくさーい。留年してたっけ、2年ぐらい。結構な年ですよ。じゃあ時にダイタラ君、うっす、なんすか。君がブルベリーを勝ち進んでるとは聞いていたが、まさかチャンピオンまでなってしまうとは驚きた。おい、ここで言うのか、それを。輝かしい功績だ。どうもどうも、ありがとうございます。ほら、すぐがまた落ち込んじゃったじゃん。そういうこと言うから、あの先生そういうのいらないんで、本題入ってくれます。お姉ちゃんしてるぜ、言う。そう、チャンピオン、元チャンピオンがいるんだから、すまない、配慮にかけていたね。それでは担当特入に聞こう、話そう。君たちには私とエリアゼロと呼ばれる秘境を共に探索してほしい。エリアゼロ、ねえ、パルディアの行った、俺行ったことあるよ、もうそこまで全部もう知ってるよ。俺先生が行きたがってたっていうパルディアの許可下りなんだ。テラサル現象の調査、そして結晶の採取が主な目的ではあるが、よく言えばエリアゼロで眠っている伝説のポケモンテラパゴスを私たちで見つけたいと思ってる。テラパゴス？ミライドンとかじゃなくて？伝説？テラパゴス？なんだそれ？ねえ、ずいぶん面白そうなお話ですね。ああ、おもたかさん、久しぶり！元気してた？あはは、チリちゃんもおるやん。ねえ、おもたかさん、先に始めてましたよ、って。お待たせしてすいませんっす。ねえ、トップやないですか？おや、チャンピオン抱いたら。このような場所でお会いできるとは。なるほど、ご留学中なのですね。ダイダラは今やブルベリーグチャンピオンなんですね。いや、両リーグチャンピオンだよ俺は。やはり類稀な才能、素晴らしいことです。でもチャンピオンダイダラがいてくださるならなおさら。ブライアさん、説明させていただいても。うっす、チリちゃん喋らんの、申し遅れました。私はオモダカ、パルディアポケモンリーグ委員長、偉い人です。めちゃくちゃ。数十年前、ポケモンリーグはパルディアの中心に位置する大罠、エリアゼロの研究を支援した。研究が終わった今では大罠の管理をしてますよっていう。エリアゼロでは不思議と危険に満ち溢れた場所。めっちゃやばいポケモンいるからね、いっぱい。基本的には立ち入り調査許可しておりません。が、しかしおかしい？ですが、なんかあったん？かっこいいポーズ。最近、エリアゼロから凶暴なポケモンがあわや外界に出てきそうなりまして、迅速な再調査の必要性をつくづくと感じておりました。で、そこでってこと？しかし、ポケモンリーグではエリアゼロで活動できる人材、そのための時間を捻出できず、そこで、ブライアさんね、うん、かねてより調査申請していた私に知らぬ矢が立った。いいことや。お恥ずかしい話ですよ。ブルベリーグでは、ブルベリー学園では、ポケモン育成にかけた実力者が多い。まあ、俺は強いけどな。うん。それに、チャンピオン代だら、あなたが加わるのであれば、安心して再調査をお願いできる。まあ、俺強いからね。うん。もちろん、これは新田が来てくれると心強い。みんなで一緒にエリアゼロの調査行こうじゃないか。もう行ったことあんだけどな。どうしようかな。一度エリアゼロに行かれたチャンピオンダイダラにはぜひともご同行お願いします。おい、強制やないか。私は行くこと決定だと思うんで、うん、いつも通り私をフォローしてくれると助かるよ。あれけど、おいらパス。おい、カキツバだ、ツバさん、リーブグごたついてるし残ってやんねえとなーってとか言って、めんどいだけでしょあんた。パルディア行こうよ一緒に。バレたか、元チャンピオン様はどうすっか知らねえけどよ。チクチクしてんな、ほんと。俺も行く。あ、すぐ？
伝説のポケモンいるなら会いたいし、捕まえたい。今度こそ。伝説のポケモン、そりゃ、またオーガポンのこと根に持ってる？もしかして。ごめん。それでは、決まりだね。カキツバタくんは残念だが、私、ダイダラくん、ゼイユくん、スグリくん、以上4名で調査します。行こうか、みんなで。ありがたい申して感謝します。ぜひとも素晴らしい成果を持ち帰ってください。お任せください、おまたかさん。トップ、よろしく。待ちに待ったエリアゼロの調査が実現しようとしてる。行こうか、各自。準備ができ次第、エンドロスロビー、ブリッジ前、集合！何が行われんだ？パルディアの大穴行くんだよね、今から。楽しみ。チリちゃん一言も喋らんかった。チリちゃん元気してた？あれ？お久しぶりです。チャンピオン大太郎。毎度、チリちゃんもおるでー。チリちゃん、そう、なんで喋らんかったのさっき。真面目やな。まさか自分も会えるとは思ってもみんかったわ。パルディア離れてもパルディアチャンピオンとして、その際を発揮されてるようですね。まあ、ここでもチャンピオンですけどね。チャンピオンなので。うん。任してください。それでこそ私が見込んだ逸材。いやな、逸材、逸材。すごいやろ。怖っ。いや、逸材言うて。うん。自分、大穴、なんか許可も取らんと入ったやろ。あ、ごめんなさい。すいません。いや、急に入れと。それに関しては、ちゃんと怒らせてもらうでって。チャンピオンなので。チャンピオンなので。すいません。うん。で、チャンピオンなので、あらへんわ。あかんもん、あかん。すいません。で、許可取ってなかったんだっけ、昔。いや、ちょっと覚えてないや。まあまあ、ジリ。ご無事だったんですから。それにジャミオン大ダラがエリアゼロに向かわなければ、今頃パルディアは一大事やだった、やもやも。まあそれはそうやけど。ごめんなさい、ほんと。総大将に面してベースぶといだろうわ。ごめんね、チリちゃん。チリも心配してたんですよ。さて、チャンピオン大ダラ。この度は、ポケモンリーグ公認で、エリアゼロに向かっていただきます。今度公認でね、オッケー。以前、最深部で起きたとされるタイムマシンの件については、一部のものしか知りません。エリアゼロの危険性を踏まえて、ブライアさんには多少、ぼやかして伝えております。ブライアって人に渡すもんがあるやなかったんです。渡してない、失念してました。またかっこいいポーズ。で、チャンピオンだいたら、こちらお持ちいただけますか？何？青のディスク。はあ。ありがとうございます。トップチャンピオンから渡された、藍色に輝く、青色でいいのかな？ねえ、謎のディスク。エリアゼロに関係している。そっか、伝説のポケモン出てくんのか、テラパゴスと。なんすか、わざましい？昔、エリアゼロの研究者から出資者に送られたディスク。調査部に調べてもらいましたが、わざましいではない。記録媒体でもない。なんだこれ。使用方法は見当もつきませんが、エリアゼロに関するものだ。エリアゼロに向かれるんですから、せっかくですから、ついでに、こちらも調べていただこうかとね。動かせる媒体探すのか。はぁ、ついでにポテトサラダがここできて、みたいな。うん。使う機会がないようでしたら、返却お願いします。OK です。エリアゼロは、まだ解明されてないことも多い。一度最新部まで行かれたとはいえ、地形やポケモン日本には十分ご注意ください。まあ、昔行ったことあるから大丈夫やろ。ペーと降りたいだけじゃん。ねえ、空飛ぶでも行けんじゃろくね。チャンピオンとしてあなたが皆さん導いてあげてください。ほんまはチリちゃんもついて行ってやりたいけどね、仕事やねん。チリちゃん仕事あんの？ねえ、だいたら無理せんと決まりや。ういっす。頑張るわ。では失礼します。じゃねえ。いやさ、ねえ、四天王の人気者たちが俺に激励してくれたよ。嬉しいね、なんか。さあ、行こうか。1の4から出て。ねえ。ゼユの部屋行く？部屋増えてないよな。スグリの部屋ないんだよね、スグリの部屋。なんでスグリの部屋ないんだよ。行けねえのか、俺は。仲悪いんだな、俺。仲悪いか。俺はいいと思ってんだけどね。俺はね。うん。スグリはそう思ってないみたいで。俺、悲しいよ。ねえ。校長先生もおるけど。よし。未来ドンにライドできないと思う。悲しいと思う。ウィース来たよ。すぐにも元気してたか？すぐに。エリアゼロだったっけ？早く行こう。行きたい。もうちょいゆっくり行こうぜ、ゆっくりな。すぐやけに静か、大丈夫かな？負けた後はあんな取り戻したのにね。すぐ。ガイラ君、準備できた？ウィース行けるよ、いつでも。チャット行こう、チャット。よし、よし、出発できる。すぐも行くぞ。ゼイユ君、すぐに君、体調は大丈夫か？私はね、平気ですけど、すぐには？元気か？俺も大丈夫だよ。だいぶ落ち着いた。よかったよかった。そっかよかった。やるべきことは分かった。だから大丈夫。エリアゼロという伝説のポケモンを見つける。絶対見つけないと。その意気だ、スグリ君。で、捕まえて俺を倒すんだろ。かかってこいや。おい、伝説中にも負けねえぞ俺は。
ねえ、俺昔ねえ、小学校の親戚の子と子相手にねえ、伝説のポケモン相手にチューパで戦ったよ。ゲンガー、メタグロスとかで俺もチューパやないかって。伝説パに勝つにはやっぱチューパ使わなあかんね、みんな。来たな、久しぶりだ。ここ飛び込もうぜ、下まで。ここが、これこそが、夢にまで見たエリアゼロ。何よこれ、すごい。わやじゃ。パルディアまで来たもんな。わやわやじゃ。だいたいママに来たことあるんだよな。うん。仲間と来たよ。うん。友達仲間。仲間か。未来でも来た。あげやすー。いや、びっくりしたよ。まあ、なんとかどんだっけ、あんたね。でかいのよ。あげやす。あげやす。君もメンバーだったんだね。君がエリアゼロで見つかったと言われてるポケモン。この子もとても気になるけど、今回の調査で確かめたいのは、エリアゼロの最深部。そのさらに奥、まだあんの奥が。嘘。え？ゼロラボより奥？ん？ヘザーの手記によると彼は最深部からさらに下に落ちた。まだ下がったの。最深部って一番下って意味じゃないんだ。そうだよ。不思議なことにねーっていう。ただしそこの道筋も生き方も全く覚えていないと記されてる。何があんのかな。ヘザーを信じるならきっとエリアゼロのさらに下に知られざる空間がある。まだあんのか、なんか。取り急ぎ、最終部。ゼロラボとやらに向かおうか。大田君、先導頼んだよ。ウィース。もう飛び込めばいい。空を飛ぶしていいか。ミライド乗れる？あ、乗れるんだ。ねえ。でもパッといけるやん。うわー、やっぱり、ポケモンは変わらずいるんだね。この辺に。ここから、大穴まで。あ、やっぱ飛び込まなあかんのか。行くか、じゃあ。みんなで。久しぶりだな。みんな、ついてきてるか？大丈夫か？俺についてこいよ、ちゃんと。穴まで行くんだからな、あっちの。ちょっと一回、あそこの観測所とかも行ってみるか、一回ぐらい。ね、うい。なんか、会話イベントとかあるわな。観測所とか行って。ね、よいしょ。あそこ、ダイナニ研究所だろ。ダイナニ観測所だろうね。ポケモンが結構、この辺もやっぱ、いるけど、やっぱブルベリーグのさ、ブルベリー学園周辺のポケモンの方がやっぱレベル動画が高いよな。あそこ70とかだもんね。なんで、ブルベリー学園の人たちだったら、この辺もまだ楽勝なんだろうなって思うと、やっぱレベルの高さが考えられるね、ブルベリー学園。ダブルバトル特化だもんね。出た。鉄の積み。怖いポケモンいっぱいあるからな。これで確かここ使えばさ、一気に行けたよな、最深部まで。ここにあるワープ装置使えば。どうなんだろう。何もない、これ。ねえ。凍結されたテラ計画が再始動、今月からゼロラボに移す。ねえ。まあ、この辺はもう以前昔読んだやつだもんな、この辺も。ポケモンで俺回復してる。してない、してない、してない、してない。危ない、危ない、危ない。すぐにと戦った後のままだったわ。死ぬとこやったわ、今俺。ダイダルのガブリたちは元気いっぱいだ。よかった。あれ、ワープ装置が。あれ、ベッドで休もうか。あれ、ワープ装置ってこの辺なかったっけ。ドアは壊れている。あれ、ワープ装置あった気したんだけど。あ、あった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 。ねえ。あ、ゼロゲート。え、これどこがどこだったっけ。わかんないな。ねえ、一番下ほど遠いよ。第4観測ユニットまで降りてみて。ショイン。不思議装置。どうだ。そう、だいぶいいとこまで来たぞ。これでもう、ほぼ最深部でしょ。あ、最深部だ、ほぼ。来たな。よし。結構オールなポケモン。鉄の私。鉄の包み。パラドックスポケモンたちが、ね、ひしめき合うところでびっくりした。今、心臓止まるかと思ったら急にできた。また語ってるとこでしょ、俺。ね、キラーメン。キラキラした目してるね、君。うちのガブリも可愛いでしょ。どうやって行くんだろう。まあ、とりあえずゼロラボそこですね、目的地は。さあ、ここに着いたわけですけど、果たしてそこにゲートあるよな。なんかまだ建物か、あれ。あとポールペットコ、これ裏口。こっちはないわ。
表口探そう、表口。オッケー。目的地は着いたから、もうあとは適当ですよ、これで。俺の勝ちですよ。やーん、かわいい。タイムなんだっけ、ヒラフロールって。自信しとくか、とりあえず。ガブリ、自信だ。お前は強い。よし、ご苦労。おい、やめろ、毒ビシ。お前はもう死んでるんだ。働かなくていいんだ。ねえ。あれ入り口がないぞ。あれ行き止まりだ。待って、俺、迷子。もしかして。ダイダライズ迷子。あれあれじゃない建物って。待って。一番下、ここじゃないんかな。建物違いかな、もしかして。ってこと考えると、なんか結構建物ここいっぱいあんだね。下降りるだけでは良いわけではなく。迷子です。なんだこの動物。ここ何あったっけ？ここじゃねえの？なんか違うか、ただの動物か。へぇー、あーし。ここっぽい、ここっぽい、ここっぽい。あのなんか上でミライドンと昔戦ったよな。懐かしい。懐かしい思い出が今蘇る。ここの先ぐ、あれ？そこか？どこだ？は？ここにいたよね、昔。ミライド。マスターボールで捕まえた気するもん。すいません、迷子になりました。ちょ、イグジごめんなさい、探します、ちょっと。あった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 。これだ、これだ、これだ。いや、遠かった、遠かった。迷子なりすぎていっちゃう、下の最下層で。ここになんかいんの？テラちゃんか。なにここすっごいテラ水源みたい。おそらく、ゼロラボかな？ね、おもたかさんが教えてくれたよ。外観の様子と一致してる。よう来れたな、ここまで。ここが最深部？ね、そうだよ。うん。ある意味そうで、ある意味違う。さらに奥があるんだよね、一応。かつてエリアゼロ観測隊が到達した最深部はここだ。そして、ゼロラボ内の下の階には、用途不明の謎の部屋がある。あそこ入っちゃダメだよ。タイムマシンだから。だが私が行きたいのは、それよりも、もっと下。よくわかんないけど、ゼロラボ？入ったらいいのかな？ゼロラボで休むか、ちょっと。でもドア閉まってるよ。どうやって開けたっけ？あ、ほんとね。で、ダイドンズの前入ったことあんだっけ？ねえ、パネルを操作するんだよ。あそこのやつ。どうやって解除したかは忘れちゃった。うん。なんかスパイみたい。わや、かっこいい。やっぱすぐに子供だな。あ。なんでもない。おいおいおい、思春期だな、お前は。何笑っとんねん。では、ダイダラ君、会場頼めるか？よーっす。俺が全部やってやるよ。よし、ドア開けよう。パネルを操作して会場頼めるか？パネルでロック解除。いいな。やっていいぞ、すぐに。やりたいなら。なぜいいじゃん。ゼロラボって、より、あれは名付けてテラスラボで。私、テラスラボ。テラスタルで固まってんもんな、全部結晶でね。ウィ。なんか前、モンスター出てこなかったっけ、めちゃくちゃ。ゲート開きますか？ういっす。長期間。認証されなかったため、入り口がロックされました。あら。でも、動かない？困った。うん、ダメみたい。以前は開いたね。なんか条件が違う？4つのロック。4つのロック解除するのかな？過去、各観測所。事前準備と中にいたもののフォローがあった。ピッポンパッポンパピン。うん？青のディスクの反応を検知。え？青のディスクの反応を検知しました。もらったやつじゃん。わやわわわ、なんか喋ってる。青のディスクを挿入するとアクセス権が拡大されます。青のディスクを挿入してください。なんだ、機械音声よ。わざましんと一緒じゃん。わざましんマシン。青のディスクとか、あー、これ預かったやつなんですよ。これトップからね、おもたかさんが持たせてくれた謎のアイテム。おもろい。私が許可するわ。やっちゃいなさーい。オッケー。ゼユがやれって言いました。僕は悪くないです。青のディスクを挿入してください。やめとこうかな。入れとこうか、じゃあ。えい。お。ぴったりはまった。すごいな。認証完了。持ってるとかわかるんだ。ゼロラボ内のエレベーターにの行き先に、ゼロの大空洞。お、変更しました。え？ゼロの大空洞。ちょ、待て。そんな、とんでもない情報を持ってくるな、俺に。開いた。入るわよ！そう。マジ行くのか。やめとけって。やめとかない？うん、ちょっと緊張してきた俺。
伝説のポケモン中にいるのか。早く帰ろよ、あんたが先頭だよ。おもなかさんから預かったディスクが鍵になるとは輝かしいサプライズだぜ。一旦帰ろうかな。え、これ絶対この後伝説戦だよな。さあ、ポーラエリア帰ってきました。今日はあと1匹ぐらいポケモン捕まえて終わろうかなと思います。ちょっとあまりにもビビってしまった俺は。いや、トレーナーと戦うか。ねえ、待って、チラミいるやん。ウェイ、かわいい、チラミ。チラミってかわいいよな。チラチーノになってもかわいいんだぜ、進化しても。スキルリンクで俺昔めっちゃ使ってたんだよね。スイープなんとかって技だっけ、ビンタみたいな技と種マシンガンとロックブラストで普通に強かったんだよな。よし、今も強いのかな、わかんないや。ウィス。さて、チラピー、チンチラポケモン。チンチラなの。綺麗好きな生活苦のポケモン。ほうきを、尻尾をほうき代わりにいつも住処の埃を払ってるぞっていう。俺の部屋も掃除してくんねえかな。いや、俺の部屋汚ねえから掃除し、そもそも懐かれないわ。じゃあ悲しいよ俺は。嫌だなそれ。よし、捕まえ屋敷をここまでにしとこうか。さあ次回、さっきのね、ごめんなさい、この戻ってきていいところで戻ってしまって申し訳ないんですけど、次回続きやりましょうか。さて、テラパコスだったっけ、伝説のポケモンを果たしているのか、すぐにはそいつを捕まえることができるのかね、あの大空洞の先には何があるのか、お楽しみに。それではまた次の動画で、あつぽや、バイバイ。